松本駅東をご通勤ご通学の皆さん、おはようございます。今日も大変寒い朝になっております。天気はよろしいですけど、本当に冬かなという感じであります。私どもは戦争法に反対をする戦争させない専任会五軒連合のものです。今駅頭で戦争法廃止を求める統一署名にご協力お願いしますというチラシを配布しております。これは裏面にありますけど、瀬戸内寂聴さんとか落合恵子さん、そして大江健三郎さんなどが呼びかけている運動でありまして、ご存知のように去年の9月19日にこの戦争法が国会で自民党公明党の圧倒的議席の中で強行的に採決をされました。多くの国民、そして学生、市民、学者、多くの人がこの戦争法のについては審議不十分、また憲法違反ということで反対をしてきたところであります。しかしそれらの意見を全く無視をして、圧倒的多数でこの法案が強行採決されたわけです。ご存知のようにこの法案がなぜいけないかというと、それは集団的自衛権が行使をされる、そういう前提に基づいてこの法律ができているわけであります。あくまでも自衛権ではありません。集団的自衛権という名前で、日本が攻撃されなくてもアメリカと一緒に海外に行って戦争に参加できる法律であるというところが、この法律の最大の問題点であり、多くの人たちが問題があるという形で言った内容であります。それは自衛のためではありません。あくまでも集団的自衛権だからであります。このことを私たちは忘れてはいけません。報道では何か自衛権と集団的自衛権があたかも何か一緒のようなイメージを与えて何か宣伝がされている傾向がありますけど、それは全く違う内容でありまして、この集団的自衛権は日本の軍事的同盟国であるアメリカ、日米安保条約がありますけど、アメリカが戦争をしている国に対して日本も一緒に参加をして、そこの戦争に参加をする。例えばイラクでこの前湾岸戦争、連合国ということで、アメリカとかイギリスとかフランスが賛成しておりますけど、日本はその時憲法が集団的自衛権を認めてないから参加をしないという形で、戦争には直接参加をしませんでした。しかし今回の法律ができたことによって、日本はアメリカと一緒にイギリスやフランスと同じようにその戦地に行って戦争をすることが実は可能になる法律であります。そしてその関連法案がなんと9本が一度に審議をされて、あっという間に通ると、強行的に通ると、十分に一本一本審議をされるわけではなくて、まとめて審議をされて、しかも十分に審議はされずに強行的に採決されたという経過があるわけであります。この法律が3月30日に施行されることになっております。しかしですね、法律ができてもこれが施行されないためには、やっぱり市民の声が大事かという形と思います。今私どもの仲間が皆さんにお配りしておりますけど、戦争廃止を求める統一署名ということを今行っております。裏面にありますが、瀬戸内寂聴さんとか落合恵子さん、大江健三郎さんなどが呼びかけて具体的にコメントを載せておりますけど、全体の力でこの今の安倍政権の動きに対してノーとしっかり言っていくことが本当に日本の民主主義にとって大事なことではないかという形で思います。安倍内閣になって、政府のいろんなポジションが変わりました。その一つが法制局の局長が変わったことであります。それによって従来は
この集団的自衛権については憲法違反であるという見解を示していた政府の見解が一夜にして憲法違反ではないという形で変わりました。しかしその経過については驚いたことに、その審議経過が公文書として残っていないということが明らかになりました。本来これほど大きな解釈を変えることでありますから、政府として法制局として十分な審議をして、そのもとによってこの法案が合憲であるということを示すべきでありますが、驚いたことにその集団的自衛権が合憲であるという審議過程について公文書として残っていないということが明らかになっているわけです。電話でいいじゃないですかぐらいな形でこの重大なことが済まされている。それは安倍政権になって、例えばそのいわゆる法制局の局長が変わるというような形の中で今の政治が行われているということがあります。いろんな報道を見ると、真偽は定かではありませんけど、マスコミについて見てもいろんなコメンテーターが4月からの新しい番組の中で変わっていくというニュースが新聞に載っておりました。それらのコメンテーターを見ると、どういうわけか戦争法案の時に反対をしたマスコミの中で、それはいけないというコメントをした、そんなコメンテーターが変わっているように思います。先日 NHK の審議会で予算が取らなかったという報道がありました。それらを見ると、なんかとてもなんか変な動きがあるんじゃないかなと私は思うわけであります。マスコミがそのようにものが言えない状況が作られ、政治が十分な論議もせずに行われていく、そのような今の安倍政権を私たちは認めてはいけない、この暴走を許してはいけない、そういう時期になっているという形で思います。今街頭で私どもの仲間が戦争法案廃止を求める統一署名をのチラシをお配りしております。裏面には瀬戸内寂聴さんとか落合恵子さん、大江健三郎さんなどが呼びかけをしております。ぜひこの署名活動にご協力をいただきたいという形で思います。話は変わりますけど、安倍内閣になって他にもいろんな人事が変わりました。もう一個特徴的なのが、日銀総裁が黒田さんに変わったことです。ご存知のように1月に入ってずっと戦後初めて株安が続きました。そして日銀がマイナス金利を出しました。どういうことか不思議ですね。実は日銀は黒田総裁になってから日本の国が発行する国債を日銀が買い取る政策に転換をしました。それによってインフレをするという形で言ってきたわけですけど、結局そうならなかった。じゃあ買い取ったお金はどこに行ったか。銀行から買い取ったお金は実は日銀の銀行の当座預金に積み立てられているわけです。なんと 4.4 倍になったと言われています。そして貸し出したのが増えたのは 8.3 倍増えただけだということで、この国債の買い取りがいかに現実離れした政策であったかということが明らかになっているわけです。しかしそれをどうにかしようということで今回マイナス金利政策を出したわけです。今安倍政権がやろうとしているアベノミクス含めた政策が本当に形だけで、それが後世にどんだけ大きな負
負担を残していくかということを私どもは考えなくてはいけません。しかしマスコミも含めてそれらが正しく行われていない現実があることも私たちはちゃんと注視をしていく必要があると思います。この戦争法案についてもやはり集団的自衛権と自衛権がなんか一緒になっているような認識がありますけど、明らかに違うということを抑えるということと、そしてその法律が十分な論議がされずに強行採決されたということを私たちは決して許してはいけないと思います。政治は数があれば何をやってもいいものではありません。あくまでも私たち民意を反映をして私たちの願う政治をするのが政治家であり国会であります、議会であります。それは議員がたくさんあれば国民の意見とか考えを無視して強硬的にやってもいいものではありません。それはファシズムです。今回安倍政権が行っていることはまさにファシズムです。多くの国民が審議不十分、これはおかしいんじゃないかと言っているのに、議席があれば何でもできる、する、それはそのような政治は私どもは認めてはいけないと思います。私たちは今年は参議院選があります。そこでしっかりと私たちの民意が反映される政治が求めている、反映される政治をしろということを示していこうではありませんか。今戦争法を廃止を求める統一署名でご協力お願いしますというチラシを配っております。戦争法は9月19日に国会で強行採決されましたけど、しかしこの法律が私どもは認めない、許さないという民意をですね、しっかりとやはり示していこうではありませんか。裏面には瀬戸内寂聴さんとか落合恵子さん、大江健三郎さんが訴えております。ぜひお手元に取っていただき見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。